デビューイベントが刻々と近づく中駅員としての俺たちはどのような日常を過ごしているかというとあああうんうんシあ今日も一日張り切ってくぜおはようございます引き継ぎ お願いします。弁護するぞ。はい。内蝉類。健康状態バッチし。腕時計の時間も、ぴったしです。今日もバリバリ働きます。<laughs> ラッチになってから、より一層、日々に張り合いつうか、気合いが入ってる気がする。扉閉まります。黄色い電池ブロックまでお下がりください。 タケツネ、交代、ね、だ。はい。この前、庄司さんからデビューイベントで披露するデモテープを渡された。 誰だよ、この声。めっちゃくちゃ上手くねえかこの人より、上手に歌えないといけないのでしょうか。絶対に無理。すわ、新人に大切なのは情熱だ、情熱だ情熱そうですよね。そうだ情熱情熱ほら、竹爪も言えよええー、やだ。 パケツネどうしたああいいえ何でもないです俺としたことがまさか思い出し笑いするとはお疲れ様でしたお疲れ様最終列車を見送った後片付けをして駅としての一日が終わる そしてそのまま休養室で宿泊西日暮里駅をご利用されたお客様たちもいい夢を見ていますようにうつせみくんも竹つねくんも今日も一日頑張ったかな <laughs> いつの間にか二人に会えるのも楽しみになってるなうん。 こうして駅員としての業務をこなしつつ俺たちのデビューイベントに向けてのカウントダウンはすでに始まっていた <noise> <noise> ねえねえ今息ぴったりだったよね うつせみくん竹けくんすわーいったお前、頭突きすんなよ。す、すまん感動して、勢いつけすぎた。や<え>、感動って、何どうしたのすわ、敬語じゃなくなってるぞ。あ、俺は嬉しいすげー嬉しいんだえ、そんなに そりゃそうだろうお前が隣さんにタメ語で話している姿を見て俺はひそかに寂しい思いをしてたんだそうだったんだよーしますますやる気になってきたぞこの勢いで今日は挨拶の練習もしようぜ挨拶あのアイドルっぽいやつだよないいからやるぞわかったよ 声、よし所作、よし。よし笑顔、よし僕、大崎えっと。僕、大崎えっと、大崎駅の方なんですかそうだよ。ダメじゃないか、大崎くん新人の練習を止めちゃう。みさん急に入っちゃって、ごめんね。君たちがあんまり楽しそうだったから、 つい混ざりたくなってさえっとあのそういえばはじめましてだったよね俺は浜松町駅の港を渡るこれからよろしくね僕は大崎駅の大崎真一ちなみにパッセンジャーからは「ラッチのハート泥棒だなんて言われたりしてるんだ君たちのハートもバーふ <laughs> <laughs> 大崎くんまた会話が止まっちゃったよーえ僕、止めてたい、いや、そんなことは。えー、っと、大崎さんって、さ、爽やかっすね。君は、うつせみくんだね。あ、俺の名前。アざスす僕、そんなに爽やかかな。あ、はい。 嬉しいなぁ。じゃあさ、今度から僕のこと、チョコミントボーイって呼んでくれるあ<ー>あ<ー>、チョコミント。大崎くんまた、必殺大崎止まりが出ちゃってるよははは、<laughs> さん、相変わらずナイス突っ込み、君がそうさせてるんじゃないか。もう、しょうがないなぁ。お二人は、息ぴったりですね。トさんは、僕が新人だった頃から、 面倒見てくれてるからね。あうんの呼吸ってやつかな。同じユニットだと、やっぱりそうなるもんすか俺たち、まだ息が合う時ときと合わないときがあって。いや、俺と大崎くんは同じユニットじゃないよ。えそうなんすか俺は、新橋駅の宇高さんと、田畑駅の北くんと。僕は、五反田駅の五代さんと、恵比寿駅の相葉さんと、田町駅の羽織さんと一緒だよ。 そのメンバーはとりあえず熱い風呂に入って今日の疲れを取りたいちなみに俺はナギキッスのバリエーションは豊富だよじゃあなバイビーどんな会話してるんだろうな会話が一方通行なんじゃないかそうだ息ぴったりといえば最強の二人がいるよ彼らなら君たちのいいお手本になるかも ああ、オセロくんのことですね。お、オセロくん本日はここまで。大崎だけにお話をいいところで止めさせていただきます。オセロくんたちについては次回のお楽しみに。さて、私の駅、大崎駅は2021年に開業120年を迎えます。その記念に、大崎という うさぎのオリジナルキャラクターが誕生いたしました。皆さん、ぜひごひいきに。それでは、閉まる扉にご注意ください。